T-13 戦車駆逐車は1930年代ベルギーにおいて開発され第二次世界大戦諸島に使われた対戦車自走砲である。イギリスのビッカース・アームストロング車製の早期式経験員車をベース車体としてベルギー製の47メートル MFRC32 年型対戦車砲を搭載各形式合わせて200両以上が生産された。 ベルギーは1930年代半ば、イギリスからビッカース・アームストロング社製の軽ドラゴンマーク・アイトも56両輸入した。軽ドラゴンは、同社のカーデンロイド系戦車系列の足回りを利用した早期式の砲牽引車で、ドラゴンの名はドラッグガンに引っ掛けたもの。調達はアルデンヌ両兵士団向けに7 5ト、mm、ル榴弾砲の牽引を目的としたものだったが、 部隊では、前輪駆動の総輪式牽引車を選択したため、これらの車両は余剰となった。これが、不評部隊の対戦車火器の主力、47mm 対戦車砲の有効な運搬手段を探していた、軍機開会,会委員会の目に留まり、自走砲化が行われることになった。開発された自走砲は、車体はほぼ軽ドラゴンマーク I のままで、操縦席以降はオープントップ。 車体中央に前半部だけに装甲を持ち、後半は素通しの砲塔が置かれた。操縦席前面、側面には下等式の装甲板が取り付けられた。砲は後ろ向きが標準位置で、一応前周回転は可能だったが、前に向けた場合は操縦席周りの装甲板を倒さねばならなかった。各不評、騎兵部隊に行き渡らせるには、 元々の50数量では不足していたため、1936年、ベルギーのファミュール製作所は、ビッカース・アームストロング社から、より新型の軽ドラゴンマーク、IIC のライセンス生産権を取得した。マーク、IIC をベースに生産された T-13 は、車体上部をほぼ新設計とする、より本格的な改装が行われた。車体は、操縦席も含めて、 上面が密閉され、砲塔も、後面のみ、開放式で、前向きが、標準、走行も、わずかに厚くなった。マーク IIC は、マーク I に比べエンジンも強化されていたため、この新型の T-13 は、不正地走行能力、最高速度もそれ以前の型を上回っていた。生産は、ドイツの侵攻により、ベルギーが陥落するまで続けられた。 T-13B1K ドラゴンマーク I の車体を利用して作られた第一期製作分。改装は FRC で行われた。30両生産。天輪は片側4つで最後尾の天輪が誘導輪を兼ねる。上部天輪は持たない。T-13B2K ドラゴンマーク I の車体を利用して作られた第二期製作分。改装はファミュール製作所で行われた。 20両生産。基本的には t-13b1 と同一だが、細部の仕様が、わずかに異なる。外見上、最も目立つ識別点は、車体後部フェンダーの角度が、b1 では45度であるのに対し、b2 は75度と切り立っていること。なお、資料によっては、b1、b2 の合計生産数をベルギーが入手した、軽ドラゴンマーク i の総数である56両としている。 ベルギー、ブルッセルの戦車博物館に一両が現存している。T-13B3940 年5月、放棄されたベルギー軍の T-13B3 戦車、駆逐車 T-13B3 戦車駆逐車のベース車体とされる、K ドラゴンマーク、IICK ドラゴンマーク、IIC の車体を利用して作られたもので、搭載砲は B1、B2 と同じだが、 設計は一新されている。ファミユルー製作所において、ドイツ侵攻によるベルギー間落までに150両以上が生産されたと考えられている。車体は上面が密閉され、砲塔も前側約3分の2を覆う、新設計のものになっている。片側4つの天輪を持つのは B1、B2 と同様だが、天輪とは別に設置しない誘導輪。 片側2つの上部天輪を持つ。ただ、K ドラゴンマーク IIC はコイルスプリングサスペンションだが、T-13B3 はリーフスプリングサスペンションであり、その足回りは K ドラゴン MKI のものに似ている。ありがとうございます。